大学の時から埼玉ダービーっていうのは、J1 でやったのは大学ぐらいだと思うんですけど、その時から注目して見てましたし、そのダービーに自分が関われるっていうのはすごい嬉しいことですね。サポーターの皆さんも本当に盛り上がってね、やってくれますし、そういう雰囲気の中でできるっていうのは本当に幸せなことだと思います。いいイメージは持ってますけどね。ダービーは本当何が起こるか分からない試合になるんで、その過去のことはもう忘れて、次の1試合に、全力でぶつかりたいと思います。はい。今、大宮はそこまで調子は良くないですけど、ダービーで、勝っていいきっかけをつかんで、また上に這い上がっていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。